ありましたね。トレーニングしながらもこんなんじゃダメだ、こんなんじゃダメだと思う日々と、あとやっぱり自分は昔のボディビルが好きなんで、まあ、クラシックフィジークのカテゴリーができた時には結構気持ちがそっちにおっと揺らいだっていうか、うん、ボディビルがあっての競技じゃないですか、うん、フィジークもそうですし、うん、でもまあ自分はボディビルダーとしてやってきたんだし、まあ、このままいけるところまで行こうっていうのでこう振り払っては来たんですけど、まあ、去年の東京プロ出た後から、まあ、フィジークはこれで終わりっていう気持ちでやってたんですよね。フォルムを考えた時にもやっぱ自分が最終的になりたい体はそういうクラシカルな体だったんで、フィジークの枠に収まりなさいって言われた時に、うん、その枠に収まれって言われたのがすごく嫌で、うん、オリンピアに行きたいんだったらもう決意しなくちゃいけないなと、うん、で21に行きたいなっていう気持ちはすごくあるっていうのがありますよね。僕たちの中だけのドラマだと思ったんですけど、うん、これを少しでも多くの人に知ってもらうっていうのは僕らにとってはすごい、それがまた力なんです。 OK、 ということでショー TV 行こうぜ。東京プロの決戦の前のこの2人です。ゲスト広川翔一、新児玉、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、東京プロの前に、この現場に来ていただくってことはなかなかないんですよ。なぜかというとこの減量が大変だったりとか皆さんトレーニングのスケジュールがある。ただどうしてもこの2人を呼んでやりたかった理由というのが、東京プロ初のそうクラシックフィジーク、今までボディービルを牽引してきた新児玉、そしてメンズフィジークを、まあ、この日本に来たね創設当時から牽引してきた広川翔一が、まあ、俺はまさかこの2人が並ぶってことはもう全然想像してなかったんですね。ただこのクラシックフィジークというカテゴリーで IFBB プロの名のもとにこの2人が激突するっていうことは、これはもうね呼ばなきゃいけないと、あのお話を聞かなきゃいけないということで今日2人をお呼びしました。よろしくお願いします。お願いします。はい、いよいよこの2人がですよ、初の東京プロで、まあ隣に並んでポーズ取るわけですから。はい、新さん、クラシックから上がってきましたよ広川翔一が。印象どうですか？まあ、メンズフィジークで出てた頃からやっぱ飛び抜けて筋肉の立体感などはもう相当あったから、まあ、自分としてはまあそのうち来るだろうなとは、うん、思ってたというか分かってたんで、うん、でもまあ実際本当に足を作ってステージに立つっていうのは、まあ、みんなが思ってるほどそんなにこう簡単ではないし、特に自分たちみたいなプロのステージでやるとなればこうごまかしは効かないので、うん、まあ、実際本当にショーが、ステージに上がるとクラシックで上がるってなってから、まあ、意識しようかなと思っていました、うん、でももう本当にオフィシャルで発表した時にはもうライバルというか、うん、すぐにあの立体感を使ってこう戦っていくんだなと思うと、もうすぐに倒すべき価値のあるやつが来るなと思いましたけど、うんうん、どうですか広川選手、ボディビルを牽引してきた新さん、はい、行くわけですけれども、印象は新さんの。いやもうやっぱり新さん、ちょっと待って、うん、感じは待ってカットしてください。あかん、ちょっと待ってください、ちょっと喋れないです今、うん、ここ暑いですか？ちょっと暑いですか？大丈夫ですよ、大丈夫ですか？ここが、うん、暑いな。はい、まあね、僕がプロになるだいぶ前、アマチュアの中のアマチュアの時からで、うん、なんていうんですか、よくしていただいてた人で、ちょっと喋れないですね。うん、ちょっと待ってください、ちょっと無理っすわ、うんうん、ワールドレジェンド第1回だか第2回だとかそのあたりでもう久しぶりに帰ってきて、
右も左も分かんなくて、自分本当に控え室も入ってなくて、ステージ横の廊下みたいなところにバッグ置いてパンプアップしたりしてて、うんうん、その時唯一こう関わりを持たせてもらったとかっていうかのが彼だったんで、うん、もう最初からシンさんってこう来てくれて、うん、いつも見てますってこう言ってくれたんで、うん、もうそこからすぐに仲良くなって、本当兄弟みたいに、うん、6個下ぐらいだから、うん、まあ、兄弟みたいな感じですね、うん、付き合わせてもらってます、うん、そんな深い付き合いでまさかね、うん、そうやり合うことになると思わないですもんね。もう本当に光栄というか、うん、来たなって感じで、うんうん、本当はその頃から2人でプロになろうなって決めてて、うん、一緒にプロになろうって言って1年2年とこう苦戦しながら、うん、っていう日々で、うん、2人で幸せのパンケーキ、うん、食べながら、うん、IFBB プロになることを誓って、うん、でまあ、ちょっとだけ自分の方が先になって、うん、先頑張ってるから早く来いよって言って来てくれました、ね、うん、で、ボディビルからクラシックに来た新さん、はい、広川選手の、まあ、印象ですよ、はい、うん、まあそうですね、うん、もうちょっと昔の話はちょっと一回去っておいて、うん、もう今ライバルなんで、まあ、一番意識せざるを得ない人というか、まあ、もちろん、日本の、ね、クラシックミュージックのプロの選手もまだね、いろんな人いますけど、もちろんそういう人たちはその人たちですごいと思いますし、僕はもう初めましてで、初めましてで足を出すわけですから、ね、一番こう挑戦者ではあるんですけど、ただその中でもやっぱり一番リスペクト、まあ、一番リスペクトって言ったらおかしいな、まあ、みんなリスペクトはしてるんですけど、一番こうなんか僕の中ではこうもう戦いたい存在というか、隣に並びたい存在なんで、うん、なんかこう、うん、いい意味でね、こうインスタグラムをあんまり見ないようにしたりとか、うん、なんかしてますけどね、うん、はい、よし、じゃあこれで最後になるんですけど、これも別に相手の顔見なくていいです、相手の顔見なくていいです、もうカメラに向かってでいいです。新さん、東京プロ間近です、隣にはいますが、広川翔一に何かありますか？こんな詰まることはないんですけどね、普段まあ、リスペクトの気持ちを持って、まあ、究極のボディービルを教えてやるから気合入れてこいって感じ。広川選手、はいはい、審査に、いや、まあ何すかね、まあ、言葉は悪いかもしれないですけど、まあ、フィジークやったからってなめとったらあかんでっていうところですかね、うん、まあ、新さんだけじゃなくて、まあ、みんな、はい、うん、そんな感じです。ぶつかります、はい、東京プロで2人がぶつかります。以上です、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、僕らがそのなんでボディービルをこう好きか愛してやまないかみたいな、ね、プロショーなんで僕らこう驚かせなきゃいけないわけですから、ステージって一瞬の儚いものなんですけど、その一瞬のポーズ、まあね、そんなとこまでそんな絞れんの、うん、ところとか、そういう臨場感はその一瞬の興奮だけでなく、その日々の積み重ねの集大成だっていうのを証明、実力を証明できたらなと思いますので、うん、ぜひ応援してください。まあ、今までにない、まあ、広川をお見せしたいなと思ってますので、まあ、ぜひそこを
見ていただければなと思います。うん、